今年度の経済成長率は新型コロナの影響で大幅に後退する見通しになりました政府は今年度の経済の見通しについて成長率はマイナス4.5%まで落ち込み秋以降に新型コロナウイルスの感染が拡大した場合は落ち込みが5%程度まで大きくなるとの見通しを示しました。緊急事態宣言の解除後 個人消費が少しずつ持ち直していることやデジタル化などを進めることで設備投資が回復するとして来年度は実質でプラス3.4%と大幅に伸びるとしています。